西の丘の鶴瓶おろし、ガト百鬼夜行の鶴瓶の原案となった。古今百物語評判は、江戸時代前期の文人、山岡元隣による怪談本。大戦は古今百物語評判だが、単に百物語評判とも呼ばれる。全四巻。元隣の没後、彼の意向を元にし、息子の山岡元女による整理、保筆を経て、 元隣の没年から10年以上後の状況を3年6月に出版された。元隣が本書の変調なカバーにして没したため、元書による過失も行われているが、過失箇所は不明。元隣が京都六条の自宅で開催した百物語会談会を元にした書とされる。百物語を題名に用いた会談集は他にも、諸国百物語など、 多数存在するが、本書はそれらとは、形式が大きく異なっている。多くの百物語怪談本は、怪談自体を記述したものだが、本書では、仏教や儒教にも通じた元となりが、百物語の一つ一つの話題を取り上げ、その妖怪、怪異現象を、恩妙古行思想をはじめとする当時の合理的なシーンに、基づき、和漢の古事を引用しつつ解説するといった、 いわば妖怪譚の解説書とでも言うべき形式が最大の特徴である。例えば、鬼というに、様々な説あることでは鬼について、すべての物体は影と火の二つから成り立ち、火のなす仕業を噛み、影のなす仕業を鬼と解説している。また、単に階段や解説の内容を羅列するのではなく、階段階に出席している一座の者たちが順々に階段を語ってゆく。 会談会の様子まで描写しており、元隣の解説についても、出席者からの元隣への質疑、それに対する元隣の応答という形式で記述されていることも特徴的である。元隣の解説の中には陳説あるいは解説とも指摘されている解説も少なくないが、観光以降から長い間にわたって、会談の理論的根拠として流通していた。 江戸期の妖怪画として知られる鳥山石燕の画と百鬼夜行にも本書の赤ねぶりのことが赤かつて西の丘の鶴瓶おろしが鶴瓶として採用されており、そのことからも本書が後世に与えた影響がうかがい知れる。宝庫という獣、船幽霊、ありがとうございます。